はい、どうもこんにちは。今日はですね、久しぶりにゲーム実況をしていきたいと思います。今ね、私がこれやってるのはですね、あのヘッドボール2というゲームなんですけども、これね、あの見てわかる通りね、この足1本、頭一個みたいな感じのキャラクターがこのね、この 2D の中で戦っていくっていうゲームなんですけども、このサッカーでね、戦っていくって一番あれなんですけども、まあこれで点を決めていくっていう、ただそれだけなんですけども、結構これが面白くてですね、結構最近やってるんですよね。でまあこれただそのキックして入れるだけなんですけど、このちゃんとね、特殊能力みたいなこのやつがあってですね、あのまあもちろんレベルとかもあるんですけどね、このキャラとかのレベルによって大きさが違ったり、ジャンプ力が違ったり、スピードが違ったりっていうので、あとはアクセサリーをつけたりとかで、こういう風になんかあのセーフとか見えたりするんで、かなり私はこれをやってますね。でこの今右上にあるこの氷みたいな、これは相手を何秒間か凍らすことができるんですね、こんな風に。でその瞬間に入れると、今失敗しちゃいましたね。まあこんな感じでやっております。でこの今ね、ちょっとやってるのはね、結構キャラクターが強いんですよ。でこれオンラインゲームです、ちなみにオンラインでやってます。でこのなんていうの、真ん中の数字のところにある国旗みたいな、この日の丸弁当みたいな、これ日本人ですみたいな、日本にいるのかな、そういうやつですね。でこんな実況を始めて、突然ね、こいつが強いのができちゃったからやばいなと思ったんですけど、勝てそうですね。これかなり格上のキャラなんですけど、単純にこのテクニックがないというところでね、あの私こういうふうに挑発するやつなんで、ユーザーネームは花クソボーイということでね、皆さんも覚えていただければと思います。はい、今回も勝ってきましたね、楽勝ということで。でこれね、勝つとですね、ポイントだったりとかなんかいろいろもらえます。でこれランキングがあって、まあね、5日間のうちにどれぐらいポイントと、あと勝った数とか、あとはファンの数とかね、こうこれ一番上の1300っていうのがお金で、その下がファンの数で、その下がポイントで、僕今あのちょっとあれを使ってあれしてるんですけども、これ2倍とかね、そういうのできます。はい、というわけでね、まあ、ちょっと今回短い動画でしたけども、もう1回ぐらいやっていきたいかなと思ってます。ちょっとやってみようかな。いや、やっぱりやめます。また会いましょう。さようなら。